Thank you.
Thank you.
元気にやっておりまして、僕も本当に嬉しく思っております。いや、マジグラスもあの曲げ秋のトレーナーお好きな部屋にダウン、演舞会の方もですね、今市村市長が元気いっぱいの演舞を展開されましたし、また会員の皆さんもそれぞれ特徴のある演舞をされましたので、いいですか、いい、今僕の方は真の秋は何かということで若干説明させていただきます。いやで、そこからこちらのいっぱい秋の部屋エフタいやあいやはせいとマギデモンストラションあ市村先生エラーマジ足りてないというような形をやってましたね。それです、コンプリアンです。では、こう。では、一気に便利で、県で、避難に、合気道。今、こういう形でもって入っていきますからね。サダン、コンプリアン。こうして手が触れた後にですね、タ、あ、ヘナ、避難に。もう勝負は終わりになってる。では、部屋にこう、キャンプ。これを月で説明すると分かると思う。リスマート・クラメス。勝負はおしまいなんです。では、部屋に、ね、モデスティラーに照らす。相手が受けたっていうのは、これも入ってる。ノーディ、モデスタがディアンダーとヘナ。もっと早くはですね、あれは先にこれはもう完全にですね、入ってるんですね。メスターの声が込み。では、サーブの方に通る。ノーディッカー。非常に簡単な動作でもすぐに終わりになってる。こういう形になったんです。例えば先ほども若干こういうような形でね、はい、そいつサンプルですね、こういうようなね、ユニフォームですね、取ってましたね。ノーマルでタディアンがですね、大きなサンプル。これは合気道において代表的な関節技で、おそらくは会員の皆さんもあの技痛いわ。モデスタナネットタッモデスタナゲナ。確かにそのままこういけばこれでも勝負は終わりなんですが、
そういうわけにいかないんです、これはい。カンチリ。ね、はい。ね、スベア。スベアキス。この段階で本当は先に入るんですね。そしてを倒せる。ですが倒しちゃいけないので、ここへ入る。そしてこう来た。そして下がって相手下がって、で、そこへ入っていくという感じです。ね。これが今、二強として手を持つとああいう形になる。本当は。リスマン天下スベア、イマギネアスベア、イステルコヘナ。いや、ヘナ、イステルコスベア。本当は5段階目が終わってるんですね。で、リアルなブドウスのは、エラス、イマギナシオン。それが字を持てば字をあらゆる再現が可能になっているわけですね。これも実際はですね、本当は月が入ってるんですね。いるわけにいかないのですね、ここへ入っている。ではこれを出すスレ、そしてですね、スレ、ですから字を持てば字を、剣持てば剣、月あらゆるその形が再現できるようになっています。で、リマイ、バトル、オブル、ゴツアクスベア、エラスストック、アルスラクス、オブル、キャプト、ゴース、アイキトス、メトロ、エアティブニク。我々はこういう形を持って、まだこれをね、再現しています。ディスカル、コスバ、サイマン、オブル、オラ、ディアンガス、マック、アン、まあ、合気道 の、 このような表現方法は、正面横面に入る、ね、それからさっきからこういうようなですね、音がする。正面。この場合も、本当、ふたふたっても、打てなくなっている。まあ、それをこういう形でもって、ね、予報を取って、ねね、じゃあこれも抑える前にも勝負はおしまいになってる。フォーマンコースバーで抑える前はおしまいになってこれを普通の形で何かの月として見た場合、ね、本当は、ね、ただこの段階当たらなくなってもう伸ばすとは倒せるんですよ。非常に簡単な言い方ですね。いや、マジで。まあ、ここに我々の持ちつ、サム、ウルセ、ナム。ですから、いろんな形でやってもこれ全部当てが入る。マメコスキリアクション。キャスターをスレーオブスパーメン、アルスシステオブレ、ベグパーソナル。また先ほどもこう、横面ですね、大きく。これも普通はね、片っぽだけで片っぽ、はい。まっすぐただ手を上げるだけで一切相手を押し払うということはしないですね。そしたらこういう体勢でいつでも相手を倒せる内容を持ちながらですね、入っていかれるんですね。プレー一瞬一瞬がいつでも相手を捉えちゃって、ね、あらしょうがない形ですね。そしていくとこういう形で、ね、実は今の場合もこれもあってこれもあってそれはこういうことですね。ですから投げの前にも数段階終わりになって、フォーマン終わったらキャスト終わったらモデスタそのモデスタなやウッポストーリーそう。ボダンスカ、ボダン、イゲキャンパ、マギ、イゲキャンパ、ヒナリ、イゲキャンパ、ヒナリ。例えばさっき手を持ってこうやって、イゲキャンパ、ウルトリ、サダン。この場合も争ってんじゃないんですか。
触れ合ったって相手と自分が一つになってる。ノーマギは何ね、一つになってる。ですからどう動いても一つってなる。相手と自分が一つになって同じ方向に向ける。どう動いてもそうなってる。ボレスマギア。実はこれらの中にも一点武道ですからね。いつでもこう入った場合、これは当てが入れるようになってるわけです。当てが入れるようになってるわけです。これはこういう形で。この場合もいつでも相手を倒せるようになってる。この場合でもいつでも入れない。ですから触れ合った時も勝負は、ね、終わりになってこうすると気を回るのを減らすいや触れ合った時で勝負はおしまいになるんですね。まあよくあの地方の時の5件とかあれはこうなると5件とかねやってますが、全くこれは同じような形で、ね、相手が一つになるんだな、これ勝負ですよね。もう少し聞いてみますか。何かいや危ないな。まあこの場合もあまりでこうあれなんですかね、あのさっき言った入り身の形ですね、これをこう持っていけば、はい、甘いな、はい、同じような これはそれぞれですね。ありがとうございます。ここに入って。まず、あ、まあ剣上、本当はこれあの若い人たちがよく好んでやるんですよ。これみんな一つのあのさっき言いましたよね、我々の場合これ意味というのは本当言うとお互い求め合う心のあり方を示すことであって入り身ではどんどんいうか五段しかないとこすやきなんと面ではさらにすべやきなんすべやきなんとまに音楽との結果ということですから、合気道は何かと言いましたら、一つあの皆さんの場合ですね、今までの勝つ武道から勝った武道へと大きく脱皮した。では、アイキドーパルスティスシンポーベン。では、ケンテ、武道、武道をギナ、トラ武道をギナ、チル武道、ハオネ。そして、奪い合う形から与え合う心を持ち合う。お、フラ、スキョル、みんな、フラス、ウンスカ。